えー、こんにちは。そっかじくのコブです。今回はあ、スマホアプリのね、ウィッシュってのを紹介しようかと思います。このウィッシュってアプリ、おそらくね、手に入らないものは、食品ぐらいじゃないかなと思うんですよ。商品かなり充実してますので、まあ、衣類ですとか、生活家電ですとか、まあ、スマホ関連グッズとかね、それからカンフーグッズとか、あのー、あとはね、モデルガンとかね、アクセサリーとか、本当に多種多様で、 しかも物によってはすごい安いんですよね。デメリットとしては、まあ、発注期間が長いんですよ。注文して届くまでに3週間ぐらいかかるんじゃないかなと思います。まあでもね、私大好きでもうね、7年8年ぐらい使ってるんですよね。<laughs> じゃあちょっと行ってみましょうか。えっ、ー、と、最大50%オフで利用できますっていうふうな紹介コードがありますよね。これアプリを開くとね、必ずこれが出るんで、ウィッシュディール。これを、まあちょっとメモっておこうかなっていうところですよね。 じゃあちょっとチェックします。商品、ほら。なかなか面白いですよ。これなんてどうですかログインボーナスがついた。はい。刀をね、腰につけるためのこのグッズとかがあるんですよね。で、これの関連グッズを関連ってところをクリックすると、こういろいろ出てくるんですよ。革製品で。なんかロールプレイングゲームの世界の鎧とかね、あんな感じですよね。 で、関連してないようなしてるような、こう、カメラとかもあります。56円って書いてますよね。これは数量限定なんで、なかなか手に入りませんけども、まあ、これだけでも、当たるもはっきりで注文してもいいんじゃないかなと思いますね。ほら、なんか、ロールプレイングゲームの世界ですね。こういうのがあるんですよね、作ってる人が。このアイテムって手に入りにくいでしょ。どこに売ってんだって感じですよね。ここに売ってるんですよね。いやー、すごいでしょ。こう、なんか、 こういうキャラクターもあるんですね。なんかロールプレイングとか関係ないんですけども。ちょっとなんかこう、お色気というか。なんでしょうかね、これは <laughs>。で、えっ、ー、と、戻っていって、あ、これとかいいんじゃないですか今の時期には、そぐわないんですけども、この、革のコートが2463円というね。まあ、写真通りのものが来るかどうか、ちょっとわかんないんですよ。ついてみたらね、ペラペラだったりね。革のようであって、合成だったりね。写真、 が、そのまんま来るっていう風に、あんまり思わない方がいいんですよ。こういうのはね。安いでしょ。安すぎるでしょ。おかしいですよね。でサイズ。XXL。うんね。たまに値段が変わります。サイズを変えると。うん。その他ね。あ、これ、ナイトライダーの、これはミニカーですね。高いですね、結構ね。<laughs> で、送料もね、結構するんですよ。だから合計で1万円ってとこですか。 あ、これ友達の招待。ね招待コードがありますよね。えー、これですね、招待コード。よろしかったら、お願いします。その他、どんなアイテムがあるかなっていうところですけども。あ、これ、カンフーのね、武器ですね、これね。何に使うのかよくわかんない武器ですけども。さすがに私も知りません、これは。なんだろう、これ。スティック、武術、気候、カンフー、運動器具。うん。関連でやると、カンフーグッズとかカンフージャージとかね、出てきますね。 それから、ヌンチャクも当然あります。安いでしょヌンチャク。かなり。このヌンチャク、私も買ったことがあります。えっ、ー、と、1665円に、送料が996円。今注文すると7月の上旬に到着しますということですね。サイズは、あ、これサイズよりも色ですね。マホガニーかウッドか。マホガニー、黒って感じですか。で、関連を押すと、 結構いろんなヌンチャク出てきますね。私の好きなヌンチャクこれです。コンバーターって言って、あの、棒になって、くるくるくって回したら、このくせらげが出てきてね。このヌンチャクになるという。これね、何本も買ったんですけども、外に放置しておくと錆びるんですよ。だから屋内専用って感じですね。軽くて使いやすいです。他にもヌンチャクいろいろあって、 うん、結構こうやってね、見るとね、買いすぎちゃうんですよね。なんか面白いのもいっぱいあって。で、えー、三段ロッドがありますね、うん。刀みたいなのもありますよね。うん、防具もありますね。うん、様々面白いなっていう感じでね、えー、いっぱいあるんですよね、うん。これ、これもなかなかいいですよ。 <laughs> 普段着てます <laughs>。モデルガンね。モデルガンもあると <laughs>。普通のアパレルとかもありますね、これね。まあなんか普通じゃない、マンダ・ギンジロみたいなやつですけど <laughs>。あ、これプラモデル。ミニカーのおもちゃですかね、完全に。なんかいろいろありますね、こうやってね。ここでね、 うちのね大和くんにも買ってやったものがあるんですよいろいろと安いんですよねで物もしっかりしてるんですよ、うん、はいまあこんな感じですかねうんあとなんかちょっと変わったところで言うと検索に例えばね「ジョジョ」って打つでしょう「ジョジョの君のな冒険」そうするとね「ジョジョ」関連グッズが出るんですよこれね T シャツとか うん、で、関連すると、ジョジョグッズが見つけやすいということになります。これ、ポールナライフのイヤリングとかね。完全にこれはね、著作権無視した商品ですね。こういうのとかね、著作権無視ですよ、これ。<laughs> この T シャツちなみに持ってます <laughs> で。であとは、そうですね。 ナイトライダーそうだ、ね、デロリアンデロリアンっていう車がありますよねこれもクリックすると出てきますよそうですねバックトゥー・ザ・フュージアン出てきた T シャツとか帽子とかプラモデルとかこれすごく珍しいのはバックトゥー・ザ・フュージアン出てきた機関車のプラモデルこれはね多分本家でも売ってないと思いますよ うん、すごいですよね。これ、ね。これはポスターかな、うん、これもなんかすごい際立ってるなぁ。これ珍しい、すごく。あと、ロッキー。なんかね、映画のタイトルで打ってみると結構いいのが出てきますよ。ロッキーで出てくると、ロッキーグッズが出てきますね。T シャツが多いね、やっぱりね。 ね、こういう風にねこういうい T シャツなんて、ね、完全にオリジナルで作ってますよねもう <laughs> ハリウッド無視というね <laughs> すごいなでまあイップマンあれあれイップマンでいきましょうかイップマンで打つとこれが、まあ、最後リップマンで試してみましょう 英春剣のグッズがいろいろと T シャツも買いましたしね。ポスターもあるというね。うん。英春剣グッズが様々出てくるということでございます。うん、これも買いましたね。牧人のつける革のね、カバー。これ結構良かったですよ。パンチしても痛くないんで、これだと。うん、はい、えー。ということで、今回は10分ほど話しちゃいましたけどね。こんな感じでウィッシュの紹介でした。